自伝。山の口幕。本名、山口十三郎。明治36年9月11日、沖縄の那覇の生まれである。沖縄県立一中に学んだ。中学の2年生の頃、女性のことを気にするようになって、詩を書くことを覚え、詩に凝るみたいに初恋にも凝り出して、言い名付けの中にまでまとめ上げた。 その頃からぼつぼつ、琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄タイムス等の、郷里の新聞に詩を書いたりした。大正11年の秋に上京したが、約束の父からの送金がないために、放浪状態になってしまった。大正12年の9月1日の関東大震災のおかげで、一時帰京したのであるが、当時父が、 鰹節製造の事業に失敗したばかりのところで、家を失い、家族は死産し、僕は僕で、言い,い名付けの女性からは捨てられ、その上、二度目の恋愛にも破れたというふうなことばかりが重なりあって、こうした環境が僕の放浪を本定まりにしたようなもので、どうやら死にかじりついて行きたくなったのもそれからなのである。 大正13年の夏、木のみ気のままで思考だけを携えて、僕はまた上京。昭和14年の5月頃までの大半を一定の住所を持たずに過ごした。それでも時には書籍問屋の発送を荷造り人になったり、暖房屋になったり、お給屋になったり、組取屋にもなってしまったり、あるいは隅田川でだるま線の船頭さんの助手みたいになって、 鉄くずの運搬を手伝いながら水上で暮らしたりまたはニキビそばかすの薬の通信販売などの職を転々とした昭和14年6月から23年の4月頃までの戦時戦後を通じては管理として職業紹介その他の業務に携わった現代は時に小説に似たもの随筆に似たものなど書いて兼業にしている 初めて詩を発表したのが昭和6年の4月の改造で、夢の後、発生の2編がそれである。その後は改造者の文芸、中央公論、紫、新潮、公論、人間、川出書房の文芸、その他の雑誌、新聞等に発表して今日に及んでいるのだが、佳作であることと生活上のやむを得ない事情から、 詩の専門詩には、ほとんど発表の機会を持つことができなかった。著作には、諸女詩集、詩弁の園がある。昭和13年に、岩礁堂の紫出版部から出版した。昭和15年には、詩弁の園に、新作12編を加えて、三画坊から、山の口幕詩集として出版した。なお、昭和15年5月から10月まで、 平田倉吉とともに、現代詩人集全六巻を編纂して、三画坊から出版した。振り返ってみると、大正11年から13年のあたりへかけては、前に述べた事情の中にあって、生まれた土地にいながら、すでに住む家もなかった。根は焼けくそなのであったが、世間に対しては詩人ぶって、友人、知人、親戚などに迷惑をかけて歩き回り、やがて妻はじきや、 後ろ指によって追いまくられてしまって、しまいには海岸や公園に宿を取ったりするようになった。恩人ばかりをぶら下げて、交通妨害になりました。狭い町には住めなくなりました。と歌い、その思考などを携えて、再度上京したのである。その間に、真篠三郎役でタゴールの詩集3冊を読んだ。新月延 ギタンジャリがそれであった。しかし、状況はしたものの、すぐにはどうにもなるはずがなかった。しばしば自殺を思い立つのであったが、その度に死には未練がましく、もう少し書きたいという気持ちをどうすることもできないで、とうとう自殺をしたつもりで生きることに決めたのである。この決心は僕から見えも外文も剥ぎ取ってしまって、 いろいろなことを僕にさせることができたのである。それは、職歴にも反映しているようだ。現代日本詩人全集第14巻、1955年、東京草原社館。